女性ファッション誌 CNCM の元編集者渡辺海さんが12日に死去したことが分かった。55歳13日渡辺さんのインスタグラムで発表された。いつも渡辺海を応援してくださっている皆様へ突然のご報告になりますが、渡辺海は2024年3月12日癌により永眠いたしましたと報告。癌逃亡を公表しており、皆様に癌を公表した後も治療に取り組みながら最後まで熱く仕事にも向き合っておりましたし、大好きなご友人の皆様と実現したかったこともたくさんある中で大変残念でなりません。渡辺が本当にいいと思って残したものが末永く皆様に愛され続けることを祈っておりますと記した。葬儀は親族等近親者のみにて取り行う予定。葬儀に関しましてはご弔問、ご香典、ご献花はご辞退申し上げますとした。亡くなる2週間ほど前に渡辺さんは、港のお別れの会は別途設けたい、私やっぱりイベントは仕切りたくなっちゃうのと熱望していたといい、4月の中旬頃に皆様にお越しいただけるようにお別れの会を取り行う予定でおります。こちらのお別れの会詳細につきましては決まり次第お知らせをいたしますとアナウンスした。東京都出身の渡辺さんは大学在学中からフリーライターとして活動、CNCM 編集部入り後、めちゃモテ OL ブームを仕掛け、社会現象を巻き起こした。その後、編集部を離れ、会社を設立、美容ブランドのプロデュースを手掛け、多くの有名人の支持を得ていた。コメント欄には著名人から続々と追悼のコメントが寄せられ、梅宮アンナは、少し前にお話をしたことが最後になって、心よりご冥福をお祈り申し上げます。安らかに、辺見えみりは、今年の11が最後のご飯になってしまいました。いつも前向きでパワーがあって、周りのことたくさん考えていて、きっと辛いことたくさんあっただろうに、そんな海さんを心から尊敬します。なんだか海さんの声が今でも聞こえてきます。と言ったんだ。また、MEGUMI は、海さん本当にありがとうございました。SHIHO も、海さんと出会えたご縁に感謝の気持ちでいっぱいです。心よりご冥福をお祈り、いたします。アンめぐみも、昨年海さんと出会えて、温かな言葉をたくさんいただきました。本当にありがとうございました。と追悼した。ネットの声、エビちゃん派、萌えちゃん派と友達と話したり、めちゃモテの着こなしを付箋をつけ参考にしたり、と振り返っても青春の良い思い出です。ファッションや化粧、体型に合わせた服まで特集があり、おしゃれすることが楽しい、と毎回思わせてくれた雑誌でした。本当にありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。